ックマガでございます、プライベートカースエックスラジオニキシミレコーズからお送りしております、今日は2021年2月13日、でございます。今回はですね、前回に引き続きこの、ゲイ熊川の活動、今年で10周年、を記念いたしまして、こちらのラジオでは1作目からね、EP と銘打ったもの、1作目のサニー、2作目のペインキラー、3作目ディスマシーンキルズヒッピーズを前回までお送りしてまして、今回は EP4、2016年、8月6日にリリースいたしました、ザ・モダン・ラブという音源を聞きながらオーディオコメンタリーやをお届けいたします。よろしくお願いします。この4枚目ザ・モダン・ラブというタイトルの、音源は、これはね、今1曲目の、Love is a Killer という、曲がかかってます。この曲は、これはね、実はこの曲の、曲の部分ね、サウンド、この曲自体はね、これはね、もうすごく何十年も昔にね、福岡に出てきて、当時こうバンドをやってたんですけど、で当時メインでやってたバンドが一時期活動を停止した時に、ちょっと自分でね、やりたいことをやろうと思って、メンバーを探して、当時自分のバンドを作ったことがあって、ゴーストローロックというバンドだったんですよ、でな、ライブをやってましたんですけど、その時にねやってたこの曲はね、もともとね、スペードっていう曲だったんですね、でその曲の曲だけの部分に Love is a Killer っていうタイトルに解題して、詩の朗読を行っているような、なんでこれ曲自体はすごく昔のもので、しかも録音状態もあんまりよろしくないですね、今ならもっとねかっこよくできるのにと思いながら今聞いていましたよ。2曲目ローザ、ローザはね、これまでの放送でもちょっとなんか3人の時から述べたかと思うんですけど、これはゲイ熊川が2011年に活動を始める時にはもう作ってる途中だった曲なんですね。でこの曲は非常に難産した曲でして、歌詞がね、歌詞を書くのにすごく時間がかかった曲、ローザはゲイ熊川でやり始めて数年間の間は、この曲が一番ライブを見てくださった方から気に入っていただいたのは、この曲が当時はもうダントツに、よく言われてましたね。だからねえ、ローザの一発屋なのかと思っとったけど、でも近年はあんまりやってないんだよね、ローザ。
ローザはでもまあ特別な曲でございまして、そうだね、こういうことを申し上げていいのかね、まあ10周年ですから、時効ということで、こうやっぱりそのラブソングを書くじゃないですか、ロックンローラーたるもの、でね、ラブソングを俺はですよ、俺は書くときには必ずそれは念頭にあるその誰の曲なんだっていうのがあります俺、でこのローザーっていうのもね、そのとある女性について書いた曲だったように記憶してるんですけど、何しろね、書くのに時間がかかった、非常に難産だった、ですね。またね、ライブでやる機会があればちょっと聞いてみてください。ローザー、そうだね、いろいろありますね。そうそう、このねタイトルの The Modern Love っていうのはね、俺白状しますけども、これはだから The Modern Lovers っていうバンドがね、好きで、そういうところもありながらなんですけど、ただこのモダンラブっていうなんかあれでしょ、デビッド・ボーイのなんか曲かアルバムかあるみたいですね。それは本当に知りませんでしたね。デビッド・ボーイはね、俺すごくこう、まあこの話関係ないですけど、なんでしょうね、こうチャンネルが合わない、なかなか周波数が合わないアーティストなんですよ。なので全然、ジギー・スターダストぐらいしかちゃんと聞いてないんじゃないかな、詳しくないです、すいませんね。ローザーでございました。そして何しろね、このザ・モダン・ラブはこの3曲目にコートニーが入ってるんです、このバージョンのねコートニーがね、ちょっとね記憶が定かじゃないんですけども、なぜこんなにいい録音状態なのかが我ながらよく分かってないですね。ローザとラブイザキラーは結構バシャバシャ音が鳴っちゃってるのに、コートニーは非常によく撮れてるんですよね。何が違ったんだろう、スタジオが違うのかな。このコートニーは今でもライブでもよくやってるんで、でこの曲もなんかよくね聴いてくださった方から、これはねだから何でしょう、同業ね音楽やってらっしゃる方からこうあれがいいねって、褒めていただくことが多いです。コートに、よくできてるでしょう。でもこの曲はね、
これは古いんですよ。だから2011年2年ぐらいにはもうできていて、なんかね最初はね思い入れがあんまなかったんですね。さらっとできちゃったんで。でね、確かこれだからその前の放送でもちょっと触れましたけどね、サニー、1枚目のサニー2012年かな、2013年だっけ、あ、2013年かの EP1 サニーのレコ発ライブの時にはこのコートニーをやってるんですよね、確か。なんで結構古い曲なんですけど、それでね当時ねそれの時のライブを撮った動画を YouTube にアップしてたんですよ。うん。でね、でそれを聞いたこう方から、あの曲はなぜライブでやらないのかって、この2015年16年ぐらいになった頃にね、なぜあの曲やんないのって言われて、あ、じゃあちょっとやってみようってなってやってみたら、結構良かったんですよ。なんでね、これはね、その当時いた数少ないファンの方から掘り起こしてもらった、曲で、危ないですね今ね、ライブでずっとやってるんですけど、おそらくねそういうことを当時試さなかったらこの曲あのまま消えてたと思うんですよね。うん、そういうことがあるんですね。だから俺自分でもよく分かってないんでしょうね、きっとね、アホだから。そんなコートに、うん、よくできてる曲です。ナイトっていうのがこの EP4 ザ・モダン・ラブにはございまして、あのねこのねジャケットデザイン、このねジャケットはすごく気に入ってるんですよ。表のジャケットね、これはね、萩、山口県の萩、玉ねぎ畑ってねライブハウスがもう、それ俺が知りうる中で世界で一番美しいロケーションのライブハウスが、山口県の萩にありまして、でねそこに行ってライブやって、でドギーっていうのがね、あの俺のケイ・クマガワイズ・デッドやらの T シャツを制作していた、ドギーという男がいましてね、彼は山口に、いるので、そのドギーの車で萩から帰ってる駅までねこう行ってる途中の道を撮った写真なんですよ、このモダンラブのジャケット。でこのジャケット非常に好きなんですけど、あ、終わっちゃった。白状しとかないといけないのはね、このね裏面ですね、ジャケットの裏側にね、そのこのタイトルがザ・モダンラブでしょ、でザ・モダンラバーズが好きすぎて、そのモダンラバーズのこう衣装、ね、デザインロゴからモダンラバーズというロゴを、バンドロゴの周りにね円の中にこうハードが一部だけ角張ったような形になっているデザインがあるんですけど、でそれをねこうちょっとデザイン的に裏面に散りばめてあるんですね。うん。で、これがね、うん、今となってはですけどね、うん。
ダメだなと個人的に思っています。あのね、俺ね、これあの本当なんでしょう、あの悪い感じに受け取ってほしくないんですけど、俺自身がですよ、俺が俺のやり方としては違うなと思ってるっていう話ですよ、うん、ケイ熊川の場合は違うなっていう話ということを前置きしてですけど、あのね、いわゆるパロディとかね、その著名な、バンドのジャケットのデザインをこう流用したりとかね、すごく有名なバンドの、ロゴと同じフォントで自分のバンドの、T シャツを作ったりとかみたいなのって結構多いじゃないですか。あれがね、俺はあのやらないでおこうって思っているんですよ、自分はですね、うん、それは、うん、違うなと俺の場合はあの思って、うん、そういうことを場合、そういう手段じゃないもの、もちろんそのね、当たり前の話ですけども、ロックンロールをやる以上、これまでのあらゆる音楽に、敬意を持って影響を受けて、で受け継いでやっているんですけどね、曲だってギターだってコード進行だってね、たくさんそういうものは、受け継いでいる、これはいいんです、うん、だからパクリがどうとか著作権がどうとかとかいうことではなく、あくまでケイ熊川の場合は自分のようなデザインになっていた方が、筋の通りがよろしいと自分で自分のことを思っているという話でございます。なんでなるべくね、そのね、そういう、あ、ロックのこれまでのデザインの歴史っていうものをこう使ってオマージュだったりパロディだったりっていう形でデザインとして押し出すっていうことを結構意識的に避けてるんですよね。そのあるものを使って、あ、これ元ネタ、そう元ネタあれだねみたいな話ですよ、うん、そういうのロックあるあるじゃないですか、ね、そういう話ももちろん楽しいですよ、楽しいんですけどね、なんかいかんなこれ、なるべく気をつけてるんですよ、自分的にはね、うん、それをしない方が俺の場合はいいんじゃないかなって思っているっていう、うん、なんでそう、このモダンラブに関してはジャケットの裏面にね、そのモダンラバーズのデザインをね流用したものがあるので、それは今でも気になってますね、うんうんうん、すいません。というわけでね、今日は、2016年8月6日にリリースいたしました、ケイ熊川4枚目の EP ザ・モダン・ラブのオーディオコメンタリーをやってみました、なんかグダグダしましたけれども、何しろそうですね、ラブ・イザ・キラーはともかく、ローザとコートニーっていう俺の中では非常にこうね、いい曲、うん、が、入ってる音源、ね、こちらも YouTube のチャンネルでフルでアップしてる分がございますので、概要欄の方にもリンクを設けております、よかったら聞いてみてください。ありがとうございます。ケイ熊川でございました。うーすあらだつ心